バナナンバナナンバナ。皆さんこんにちは、ビレジェンドの染谷です。ビレジェンドの上野です。上野さん久しぶりですね。ご無沙汰してます。いやなんかね、すごい久しぶりにこの YouTube は、アップしてるやつだとね、私が絡んでるなんか対談のやつもちょこちょこアップされてたりとかするのはあるんですけど、はい、このこういう平場で撮るというか、はい、そういうのは本当に久しぶり、久しぶりですね。なんか自分が映らないうちにこんなね、そう気づきましたか皆さんっていう感じですね。こんななんかスタジオができちゃって。いやいやいや、これ今日からなんですよ。でも今日から、そうすごいですね。記念すべき第1号上野さんと一緒に気合入ってますね。気合入ってますね、はいはい、最近染谷さんがその YouTube 頑張られてるようで、はい、はい、お恥ずかしながらね。そうですか。はい、早速今日の上野さん紹介の方に行こうと思います。はい、すぐ進めますね。いやもうちょっとさいんですよ。もうちょっと遊ばなくて大丈夫。そうなんですよ。今日はじゃあ何なわけですか。今日ははいこちらですね、WPI のシリーズから新作が2つ追加されます。はい、この名も何風味ですか。バナナンバナナンバナナ風味と、はい、とうまいもう一杯青汁風味ですね。はいよ。バナナだとね、はい、WPC の方にもそうレギュラーのものにも結構あったんですけど、青汁はちょっと攻めたかなと。攻めましたよね。プロテインで青汁実際その筋トレをしてる人でもね、野菜不足な方はね、青汁を青汁として取ってる方も、結構いらっしゃるというふうには話は聞いていたんですけど、まあ、そういう背景も含めたりだったりというところでこの、青汁風味ができたかなと。で、味付けをしてみたら割と美味しくできたかなっていうところが、まあ、背景としてあります。そうですね、はい、デビューしていきましょうか。上野さん、はい、お願いします。じゃあバナナから飲んでいきたいと思います。はい、で中身はどんな感じですか。まあ、物性的にはそこまで変わらないですよね。違うないかなっていうところではありますね。匂いはでももうあれですね、そんなバナナとよく似てますよね。そうですね、はい、うん、バナナの香りがしますね。じゃあ早速こちらですね、クロスプーンで入れていきたいと思います。はい、ね、まあ、しっかり溶けましたね。泡もダマも非常に少ない。実はねこの WPI の方は泡立ちやすかったりダマができやすかったりっていうところは実はある原料ではあるんですけど、その辺は我々頑張って最小限に抑えることを今回は成功できていると思います。はい、味いきましょう。いきましょうか。はい、それではいただきます。うん、うん、バナナンバナナンバナナ、うまい。こういう慣れ方してるわけ。あ、そうですね、こういうノリでやってます。はい、美味しいですね。美味しいですね。これはまあ私の感想なんですけど、普通のまあ WPC のまあそんなバナナ風味に比べてちょっとやっぱりすっきりしてるので、そうですね、さっぱりしてますね。割とその完熟バナナというよりもまだちょっとこう青みがあるような、熟す手前のバナナのようなすっきり感がなんとなくこうあるように感じますね。レビューがうますぎてもう僕が言うことないじゃないですか。まあそのどうしても WPC と WPI だと WPI の方が不純物が少ないのでこうすっきりする味にはなりやすいんですけど、まあそれがこう反映できてるフレーバーになったなと感じます。であとまあ大事なところで言うと、先ほどまあ黒スプーン1杯で作ったんですけど、普通の WPC そんなバナナ風味だと黒スプーン1杯でタンパク質が約まあ 20g 程度入ってるんですが、 WPI なのでタンパク質の濃度パーセンテージは高くなってるので、黒スプーン1杯パウダーの重さでいうとまあ 29g ほどなんですけど、それを入れるとタンパク質が 23.3g、取れる、ことになります。なので普通の WPC よりもちょっととこうまあタンパク質多めに取れますよというのも一つです。で一方で脂質も 0.3g 優秀ですね。で炭水化物 2.4g ということで、まあその辺も少なく抑えたい方にもおすすめな内容かなというふうに思っております。じゃあちょっと青汁の方にしていただきます。
青汁のプロテインってやっぱりね。あるんですか。いやどうなんですかね。今のところ私は聞いたことがないですね。色も見てもらいましょうか。すごいっすよね。こんな感じ。抹茶とか、そういう色に近いように見えるかなと思います。これも WPI です。さあ行きましょうか。青汁の粉末をね、はい、飲んでた時期があったんですよ。はいはい、時期。はい。それの匂いと同じっすね。いや、そうですよね。青汁って美味しいんすか、上野さん。頑張りました。どうすか。かなりはい、頑張って作りましたね。綺麗に溶けましたね、はい。まあ、先ほどの WPI バナナと同様で、こっちも WPI なので本来ね泡立ちやダマが、多く残りがちですがこれも頑張って、その辺を抑えてます。それではじゃあいただきたいと思います。もう匂い青汁じゃないですかこれ、うん、いただきます。はい。んうまい、もう一杯。いいっすね。まずいんじゃないんや。あ、うん、美味しいっすね。美味しいですね、うん、青汁自体も最近はかなり美味しくなりつつあるかなと思うんですけど、まあ、プロテインのその癖があるところ、そして青汁の癖があるところ、両方正直あんまり感じないような、まあ、風味になっているかなと思います。すごく飲みやすいですし、甘さもねどっちかといえば控えめな、味付けになってますので、甘すぎるプロテインがちょっと苦手かなっていう方もこれはすごくおすすめなのではないかな。そうですね。これでも成分的にはそのケールとかが入ってるんですよね。そうなんです。これもちょっと言っとかなきゃいけないんですけど、はい、結構いろんな野菜を入れてまして、大麦、若葉、ケール、うん、さつまいも、ほうれん草で、かぼちゃ、人参、うん、桑の葉、大葉なんで、入ってるものとしては本当に青汁かそれ以上か の、まあ、品目は入ってます。で、先ほどのバナナと同様 WPI なので、さっきのスプーン1杯ですね、通常の WPC だと1杯 20g ちょっとタンパク質が取れるところ 23.5g、多めに取れます。で、脂質も 0.4 で、炭水化物も 1.8g ということで、こっちもかなりヘルシーな内容には、ね、仕上がっているのかなと思います。野菜も実は取れる取れるで、結構どうなのっていうおっかなびっくりなお客様も多いと思うんですけど、思ってるより癖がないというか。そうですね、はい、トレーニング後であっても全然その口に残らないような、味付けにはなってますので、ぜひ怖がらずにこれはチャレンジしてみたらいかがだったと思います。電話とかで、ね、お客さんとお話ししてる日、はい、なんか別にプロテイン飲んでるって人がよくおられて。あ、そうですよね、うん、そこはあの青汁一緒に入れて飲むっていうのもいいのかもしれないですよね。そうですね、かなりこれはそのスポーツだったり筋トレっていうところ以外の ね、そういうまあ健康志向の方にもおすすめできるものにはなるのかな。そうですね、年配の方とかの青汁ね飲まれてる方とかおられるんですけど、ぜひその層とかにもね飲んでほしい商品じゃないかなっていうふうに個人的には思います、うん、はい。どっち好きでした？いや難しいですね、うん、いやもちろんねバナナもねやっぱり美味しいんですけど、うん、なんか青汁が思ってた以上に美味しくて、うん、僕は青汁なんかな、うん、はい、なんか私も青汁。あ、マジですか。青汁、青汁なんですか。そう、やっぱりその最初のね、え、どうなのっていうところからの、うまいじゃんっていう、そうですね、ところがすごくこれは面白くて美味しい感じますので、ね、ギャップにやられましたって。まあそうです ね、ここまでかっていう感じです。こちらの発売なんですけれども、はい、1月のね22日水曜日ですね、あら、お昼12時から発売となります、はい、でそれぞれ、4100円ですね、はい、1キロ4100円になっております、うん、今回ねちょっと限定っていう形で3000袋ずつ展開しておりますんでね、うん、ぜひなくならないうちにねお早めに手に入れていただければと思います。今回ね久々にちょっと上野さんに来ていただきましたけれどもね、はい、またねぜひ上野さんにね登場してほしいと思った方はまたなんかねコメント欄とかに何か記入していただければと思います。このね動画が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、コメントもしっかりチェック我々してますので、お手すきの時はコメントいただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。はい、さよなら。さよなら。